はい、ワード2。そうだね、カウンタバコ吸ってるから、うん、全然気になんないからそこはいいよね。これつけてたらすごいかっこいいでしょ。街中でこれつけてたらマジかよっていう。占い占い。今電車できたよ、くみたん。どうよ、このクオリティだよ。どうよ、和道クオリティいいでしょう。占いのがいいよね、転売禁止だから。うん、欲しいです。うーん、検討しておきます。どうやったら手に、初見は手に入らないです初見は無理。うん、かっこいいでしょ、これ届けるから。特別なメンバーだけに、特別なリスナーだけに。転売したらもう二度と渡さない、絶対手に入んないよ。オーダーメイドっすから。ロアコさんにもあげようか。ロアコさん欲しいって言ったらあげるよ、もちろん。ロアコさんが欲しいって言ったらね。見た？ツイッターの方にバッチリ写真上がってるから。いや、売るようなやつにあげない。セロリさんにあげない。なかなかいいでしょ？いい感じでしょ？さすが和道クオリティでしょ？ネックレスは特別なメンバーしか手に入らないかんね。超レアだよ、激レア。大事にして。お風呂はダメだかんね。防水とか耐水になってないからお風呂はダメ。うん、ツイッター後で見てみて。そんなにチャッチくないかんね。そんなにチャッチくないよ。結構綺麗で、裏面はこういう金ピカ、裏面は金ピカで、表面に和道、表面に和道ロゴ。しかもロゴも特別バージョンだから。実はオフ会社名いいね、和道クラブに報告しよう。結構かかったね。うん。だって販売価格6000円にしようと思ってたぐらいだもん。そりゃそうでしょ。大人っぽい感じにしたかったんだよね。ちょっとガキっぽいの嫌いだし。ちょっとかっこいい感じに。あ、俺がチョーカーっぽいのが好きだから。6000円。まあ、販売値で6000円ね。原価はもっと安いよ、もちろん。ただ売り値は6000円にしようかなって思ってたものをタダで配ろうと思ってるから。ほんとはもうつけてるよ、うん、女性だともうちょっとゆったりする感じになる。さっきあののんたんがつけてんの見てもらったけど、いい感じだわ、いい感じ。安心したわ。物が来るまでさ、質感が分かんなかったけど、うん、女性がつけてもいい感じに。
ちょい見たい。のんたんもう一回お願い。のんたん、やだ。やだ？やだって。めんどくさいって。あ、こんな感じですよ、和道グッズ。これはつけてたら自慢できるっしょ。これはつけてたら自慢できるっしょ。この夏、一番欲しいアイテムだよ。この夏。彼女はどう思ってるのか、女性の意見を聞かせて、だって。かわいいって。かわいいって。でもね、女性がつけてても全然変じゃないよ、ぶっちゃけ。てか男がつけてる方が違和感あると思う、これは。女性つけて全然かっこよかったよ。かわいかったよね、ミュールね。むしろ女性の方に、女性にも受けるアイテムっていうことで作ったから。男性もつけられるけど、女性が多いから今回配るの。だからピンバッジじゃなくて、あえてネックレスにしよう。女性に配慮したんですよ。うん、またねピンバッジはちょっと子供、いや、ピンバッジもかっこいいよ。このデザインでピンバッジも全然いけると思うけど、もう女性がつけやすいのが良かった。うん。一緒に同じアイテムつけようぜって。ツイッターに写真あげとくか。つけてるイメージしやすいように。これはサイズとか大丈夫なの？匠さんつけられる？紐変えればいいだけだからね。うん。ツイッター見たけど、ロハコさんクソでかいじゃん。ロハコさんでかいよ。身長180なんつったっけ？めちゃめちゃでかいよ。え、ラミアさん？あー、まあ、でかいからね、本当にびっくりするぐらいでかいからね。だって、たまに会うとやっぱでけえなと思うもん。何回見ても改めて車から眺めてる、でけえなってみんな言うもん。俺も言うもん。そうだね、多分5センチぐらいでかくなるね。ただもう、カチカチの猫背だから。あれ、治んないと思うよ。これ欲しい人いっぱいいるでしょう。うわ、めっちゃかっけえわって思ってるやついっぱいいると思うよ。なんかアンチコメント打ってるやつらとかざまあだよね。くそーって、俺もつけたいのにって、俺もつけたいけどアンチコメント今までしてたからもらえねえわ、悔しいわって思ってるやついっぱいいるよ。販売だったら買えたのにって、ざまあだよね。ざまあだよ、ざまあ。いや、俺もうそういうのやってねえから。そういう奴ら相手にしてねえから。
いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、めっちゃワクワクするでしょ。結構なんかシックな感じで合うでしょ。思ってたよりダサくないよ。うん、もっとでかくなっちゃうかなって心配だったけど、いや、質感かなりいいね。サイズ感も計算通りっつうか。彼女 YouTube に出てるから、 YouTube にもう出てるから、 YouTube のこの動画見てほしいかな。待って、今貼るよ。このぐらい、そうだね、小ぶりなサイズがすげえいいなと思ってたから、小ぶり、小ぶりに攻めてるね。ちょっと待ってね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。